ちは。今日僕も休みだし、みやくんの体調も良さそうだから、今日から離乳食始めようか。みやくん、今日からご飯食べますよ。楽しみだね。母乳やミルク以外の味を経験するとともに、口を閉じて飲み込むことを覚える時期です。最初に与える食品は10倍がゆの裏ごしが最適です。トロトロしたものから始め、上手に飲み込めるようになったらぽってりとしたものへと進めましょう。食べるときはベビーチェア、保護者の膝の上、ソファーなどに座らせて行いましょう。姿勢は上半身を少し後ろへ傾けましょう。まずは一さじから始め、次第に量を増やしましょう。離乳食の後は母乳やミルクを欲しがるだけ飲ませます。下の唇にスプーンを乗せます。上の唇を下げて食べ物を取り込むのを待ってから、スプーンを水平に引き抜きましょう。離乳食はまとめて調理し、冷凍することも可能です。与えるときは必ず加熱し、1週間くらいで使い切りましょう。おかゆに慣れたら、野菜や豆腐、白身魚、卵の黄身なども取り入れましょう。赤ちゃんの食べたい気持ちを大切にしましょう。食べないときや体調の悪いときは、離乳食を休んだり、離乳食の進み具合が戻ったりすることもあります。